スカリフィケーションスカリフィケーションとは身体装飾の一種で皮膚に切れ込みや焼射を行った際に形成されるケロイドを利用して肉体に文様を描くもの文化人類学民族学等の用語としては反根分身とも呼ぶ色料を用いる場合は一般的に入れ墨として区別されるタトゥーガンスカリフィケーションによる作品スカリフィケーションの監修はネグリとメラネシア人 アボリジニ、インディオなどの肌の色の濃い民族の間で見られる。反抗分身が施される部位は、顔面、胸部、腹部、背中、陰部、手足など民族によって様々である。文様も、抽象的、幾何学的なものが多く採用されるが、民族によって意味も表彰も異なる。また、成人式の儀礼の一部として行われることが最も多く、その場合は、 反婚分身に伴う苦痛に耐えることが全員として認められる条件となっており、文様が各民族の集団生活の中における社会的地位の指標となっている。例えば文様によって男性の戦歴や女性の結婚や出産経験を明示する場合もあり、そして美の証としても刻まれる。こういった意図的な象徴のほか 映像作家のレニリー・フェンシュタールは、スーダンのヌバ族へのフィールドワークから、体への切開による時間をかけた傷の形成によって、免疫を発達させる効果をもたらしていると指摘している。現代では、自由意志による思考からスカリフィケーションを行う者も,もおり、専門のアーティストも活動している。スカリフィケーション後の地位は、体質やその後の扱いにより、大きく異なる結果となる。 技法による傷跡の残り具合も様々であり、デザインに応じた技法が求められることが多い。一般的に女性の方が傷が残りやすいとされるが、アーティストによっては複数回の手術を同じ部位に対して行うことでそういった差を埋める。場合も存在する。治癒後の多様性の例としては、近年までスキンリムーバルによる手術は陥没した傷跡が残ると言われてきたが、 対表より盛り上がりを見せるケロイド状に知恵する作品も生み出されていること等がある。伝統的なスカリフィケーションでは切れ込みを入れる場合はフリントや石英の石器、骨格器、ガラスや金属などのナイフ状や針状の道具が用いられ、焼灼の場合は炭や木の萌え差しが用いられる。この他粘着性物質を皮膚に重複して表面を一緒に剥ぎ取る手法なども見られる。 こうして付けられた傷は、ケロイドを流すために灰や砂、鳥の羽毛などが擦り込まれたり、施した部位を、紐や布で縛る場合が多い。現代では、医療用メスや器具などを用いて手術され、主に以下の手法が用いられる。カッティング医療用メスで皮膚を切開することにより、傷跡で模様を描く手法。スキンリムーバル、ピーリング医療用器具で皮を剥ぐことにより、模様を描く手法。表現したい。 デザインの形に皮膚をカッティングではなく面で除去していくものタトゥーガンスカリフィケーションニードルスカリフィケーションタトゥーを掘るマシンや針状の器具を使用して傷跡をつけていく手法傷跡を確実に残すためインクを使用せずにタトゥーを掘ることとは異なる方法で行われる場合が多い現在日本でこの手術を受けられるスタジオはアナザー・インフェルノのみ ブランディング熱した金属を肌に押し当てることにより、皮膚に火傷を起こすことによって模様を描く手法。フィールドインすることによって面として模様をつけることも可能。インクラビングカッティング等によって得られた傷にインクを擦り込むことにより、色彩鮮やかな模様を描くことができる。しかし、経年変化による退職も伴う。ありがとうございます。